はいどうもこんにちは、リジェクター DQ10 がお送りしますリックジアス。はい、今日はですね、限定製造ですね。実は SP 製造材30枚持ってたんですけど、これが来たということでアマテラス。ただ私が欲しいのはこの90式戦車新潟、ピックアップされてます。うん、それからこの子ですね、M42 回ダスター、これガンバレーさんで、90式は、ジエルさんってことでね、これが欲しくてやりたいんですけど、ちょっと間違えて1個使っちゃったんですよね。またね、武器娘の日課歌集がやってたら、これちょっと直してほしいんですけどね。とりあえず10連ということで、61式、でもこれ初めてですかね。懐かしい感じの人で、STR これ1体持ってたかな、2体目ですかねこれで。これ外れって感じですけどね。全部森山さんに見えるんですけど、78式、74式戦車、改造は完璧、まだ終わってないですけどね、この辺もね。ありがたいっちゃありがたいですけど、当たりが出ないですね。コブラ、コブラもできてないですね。ちょっとロケット系ですね。これ当たりなんですか、この61式戦車っていうのは。出なかったですね、この90式2型、これ、このあれと M42 回、もう一回いきましょう。もう一回、本当は30連できたのに1個間違えて使ってしまって、トップページ通常にしてほしいんですけどね。これ20連目ですね。はい、あ、これは持ってないな、75。ただ榴弾砲とか自走戦闘車両あんまり使わないんですよね。おお、これは10式戦車回一番人気あったんですかね、前回の人気投票で。90式、いけいけ、なんか装甲車系が多いですね。おお、マガフ、これも2体目ですかね。155mm とか出ないですね、あの2人が。かぶってますね、出ないですね。お、これも新しいな、 T90S ベトナム戦車、回収車。ちょっと外れな感じの、出ないな、きついですね、出なかったですね。アマテラスが欲しいわけじゃないんですよね。ポイントも無理か、ポイント溜まっちゃった。ダイヤは月1回しかできないですね。そうですか、じゃあもうなけなしのあと9枚ありますから。これね、これ欲しいんだけどな、ジュエルさんのね。あとこのダスター2でしたっけ、欲しいですね。最初はアメちゃんじゃなくてタバコだったらしいしね、ですね、設定では。これ1体ずつやらないとダメなんですね、これ10連じゃないからな。10連したかったんですけど、外れですね。切ないですね、出ないですね。で、高速修理剤を、74式ですか、これ確率アマテラスはいいから、ジュエルさんとガンバレーさんのあれが欲しいんだけど、90式新潟とダスター来い。外れですね。これは出ないのかな、もう1個あればね、10連して終わったんですけど。ポイントはたまっていってますけどね、これ3時間か、3時間。おっ、これ AAV 水陸両用車でしたっけ、これ2体目だな、あと4回、これ3時間20分、どうだ、
来ないのか、来てくれないのか。あー、これはウォーリアか、ピカチュウバージョン、うん、まあこれはこれで嬉しいんですけど、まあ使わないんですけどね。あ、45分、これはちょっと望み薄ですね。うん、外れな感じですね。 74HSP、 ちょっと弊社が大変なことになってますね。これあと3回、ね、出ないのか、出てくれないのか。あー、 155mm ですね。これは今回のガチャはやめた方が良かったかもしれないですね。ちょっと無口になってしまいまして、あら、妹まで出ちゃった。105mm、と1回でしたっけ。これで終わりか。うわー、切ねー。お、これ前回のあれですね、あの巻き髪のお姉さんですね。別にでも欲しいものは出なかったということで、まあそれなりのものは出ましたけど、ちょっと残念ですね。それ以上触るとセクハラで報告しちゃう。セクハラになっちゃうんですね。ちょっとがっかりですね。まあ図鑑行きましょうかね。第49回マグマグハテナ図鑑、今駐屯地娘を始めたんですけども、あれ、武器娘じゃなくて駐屯地娘、今日はですね、この方ですね、春日井樹さん、まあ、レベルがもう110いくつになってますけどね、まあ、141になれば、今あの六角要員で使ってますけど、まだあの第10師団も終わってないですからね、戦記ね。この人あの顔とか指とかは細いんですけど、いい感じなんですけど、まあ、体があの強まり系ということでね、姉子ということで、親瓶か、こんな感じですね。指とか綺麗なんですけどね、これ小波で中波で、大波という感じですね。ちょっとまたガチャはまあまたたまったらということで、マグマ君を待ちたいと思います。はい、それじゃあさよなら、どうもー。